ダシマ動画チャンネル、ダシマ動画チャンネルです。ゆうきです。今日はブリックス動物戦隊ジオジャーミニモードチェンジセット、ブリックスですよこれは、ね、はい、今回はバンダイのおもちゃではなくプレックスのおもちゃになります。これを発見した時ちょっと感動的でしたね。はい、なんといってもね、かなとくん、これすごいよ。獣王イーグルがね、なんと獣ゴリラになったり、野生解放ね、うん、この一つのおもちゃで3タイプできるというものですよ、はい、すごいね、うん、ちなみに値段は980円でした。後ろはこんな感じになっております。まあ、組み立て方が書いております。セット内容はジオイーグルが1体、そしてジオイーグルのイーグルウィング左右各1個ずつ、これね、野生解放のこの手のパーツ、そしてジオゴリラの上半身、そして立てるための台座が入っておりました。はい、こんな感じです。じゃあね、早速この気になる商品開けていきたいと思います。そう、はい、どんな感じなんだろう。はい、ちなみに僕たちはプレックス初めてね、はい、買いました。今回はね、プレックスかっこいいんで買っちゃいましたよね。うん、ほい、ほい、ほい、よいしょ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 、おお、後ろ向きでまだわからない。さあ、どんな感じなんでしょう。じゃあまずはイーグル、はい、通常版のイーグルから、はい、こちらイーグル、はい、こちらが獣王イーグルです。後ろ、上、下、横、こんな感じ。はい、ちなみに稼働するのは腕、両腕、ここだけかな。はい、はい、こんな感じになっております。ちょっと気になったんだけど、獣王イーグル顔長くない？うんなんか違う、顔がちっちゃい、長い、なんか細長い顔が、うん面白い顔してますね、うん、で、イーグルウィングのパーツがこう入っております。じゃあちょっと変身させよう、やってかよ。まず手のパーツを、両手パーツを取ります。取ったらイーグルウィングを付け替えます。はい、じゃん、野生解放、すごい、見て後ろから見てる、こんな感じすごいね。ビアージュオイグルアルカオオドラジジルハラタクドゥドゥドゥイグルシャシャイグルだけだけどイグル、なかなかいいんじゃないこれ、うん、今度ね、プレ版限定で、うん、野生解放モードのソフビが出るんですけれども、はい、一足早くね、うん、プレックスで触ることができました。ちなみにこの入っていた台座、この台座にこうくっつけまして、これをつけることによって立ちます。すごい、うん、はい、野生解放のジオイグルはこんな感じでした。じゃあ次はね、本能を覚醒してみたいと思います。ジャングルの王子獣王ゴリラ、じゃーん、いやすごいね、うん、これすごいわ、ちゃんと獣王ゴリラなった、胸のマークも結構いい感じじゃない。ソフビと比べるとこんな感じです。なんか若干ムキムキ感が足らない気がする、スリム感があるよね、うん、ムキムキ感が足らない、うん、で、この腕のところの、なぜだこの腕のところの黒い塗装だけが省かれています。ここまでね、細かく塗装したんだったら、これぐらいね、塗装できたんじゃないかなって思います。はいうん、やっぱりなんか若干ムキムキ感が足らない。ちなみにこれ、いろいろ撮って遊べるということでね、こんな変身もできます。獣王ゴリラでイーグルの野生解放もできちゃったりします。逆にイーグルでゴリラの腕をつければイーグルムキムキモード、はい、そんなわけで今日はこちらの動物戦隊ジオジャーミニモードチェンジセットを紹介しました。
一つのおもちゃで3タイプにこうチェンジできるっていうね。野生解放モードはソフビでもまだ見たことがなかったのでちょっと感動しました。どうだいかなとくんは、かっこいい、気に入っちゃった？うん皆さんもぜひ買ってみてはいかがでしょうか。そうです。今日はこの辺で、バイバイ。今日のジオジャチョコ、はい、今日はね、この仙人みたいな岩の上で仙人パワーでね、開けていきたいと思います。お願いします、仙人。ついてないな